日未明、紀伊半島沖に首都を確認。同時刻、エヴァでこれを上陸地点にて阻止する作戦を立案、実行。予定時刻、目標と戦闘開始。しかし、目標の分離攻撃により、エヴァ2体の連携は崩れ。エヴァ初号機、敗退。エヴァ2号機、同じく敗退。現在目標は、国連軍の N2 地雷によって、組織の 20% を損失。しかし、活動再開まで、総時間はかからないと考えられます。情けない。無様ね。私のせいじゃないわ。バカシンジさえ私の足を引っ張らなければ勝ててたのよ。アスカだって作戦を無視して僕のせいにするなんてずるいじゃないか。黙らっしゃい。はぁ、とは言ってもね、どうすりゃいいのかしら。方法がないわけじゃないわよ。さすが赤木律子博士、持つべきものは心優しき旧友ね。残念ながら、旧友のピンチを救うのは私じゃないわ。このアイディアはカジ君よ。ほら、ここに作戦要項があるわ。カジが？あいつ。あんたたち、いいわね、よく聞いて。この使徒の弱点は一つ。分離中の核に対する2点同時の過重攻撃、これしかないわ。つまりエヴァ2体のタイミングを合わせた攻撃手段しかないのよ。2人の協調、完璧なユニゾンが必要なの。ユニゾンが高いパイロット2人による同時過重攻撃により目標を殲滅します。以上、解散。第三新東京市に出現。来たわね。今度は抜かりないわよ。停止信号プラグ排出終了。了解。エントリープラグ挿入。脊髄伝達システムを開放。接続準備。第一次接続開始。安全装置解除。エヴァンゲリオン初号機リフトオフ。目標2体融合。今だ、行くぞ。オーケー。修学旅行か。行き先は？沖縄よ。スクーバーダイビングもできるんだって。でもせっかくならカジさんと二人きりで行きたいわ。ところでカジさんって修学旅行はどこへ行ったの？ああ、俺たちそんなのなかったんだ。どうして？セカンドインパクトがあったからさ。ああ、言うの忘れてた、ごめん。あなたたち修学旅行は行っちゃダメよ。どうしてなのよ。戦闘待機だもの、しょうがないでしょ。何よシンジ、あんたいたの？ほら、あんたも何か言ってやってよ。お方予想はついてたから別に言うことなんか。いっつも待機待機待機って、そればっか。たまには敵の居場所を突き止めて攻めに行ったらどうなのよ。それができたらやってるわよ。まっ、これを機会に少しは勉強できるでしょ。あなたたちが学校のテストで何点取ったかなんて筒抜けなんだから。バッカみたい。学校の成績が何よ。9体依然とした限定式のテストなんか何の興味もないわ。5に行っては5に従え。
日本の学校にも慣れてちょうだい。いやー、とうとう明日は修学旅行や。シンジ、お前の分まで楽しんできたるさかいな。残念だよな。ま、人類の平和を担うエヴァのパイロットだもん、しょうがないよな。お土産買ってくるから楽しみにしててね。ほな、おやつ買いに行こ。お先するで、お二人さん。いいな。しょうがないよ、待機命令が出てるんだもん。まあ、いい子ちゃんだこと、ヘドが出そう。ところであんた何やってるの？理科の勉強だよ。遅れた分取り戻さなきゃ。こんな数式に戸惑ってるの？ちょっと貸して。これかなり難しい問題だよ。こんなのできてどうしてテストができないの？漢字うまく読めないし、設問がわからないんだもん。大学で日本語なんて教わらなかったし。大学？そう、去年卒業したのよね。あ、これなんて読むの？これは熱膨張に関する問題で。熱膨張？幼稚なことやってるのね。単純じゃない。物ってのは温めれば膨らんで大きくなるし、冷やせば縮んで小さくなるってことじゃない。まあそうだね。もっとシンプルに考えりゃ、物事ってそんなに複雑じゃないわよ。簡単に言うね。ほーら、そうやっていつも考えなくていいことばかり考える。自分のことだけ考えられるようになれば、少しはおつむも良くなるかもよ。アスカはそうなの？あんたみたいに人に気を使う暇があったらって、その程度よ。エヴァ2号機、限界振動オーバー。プラス100、200。2号機各部に亀裂発生。これ以上は無理です。機体が持ちません。いた、いたわ、使徒よ。捕獲準備。アスカ、対流で流されているから、接触できるチャンスは一度切るよ。わかってるわ。軸線に乗ったわ。電磁石展開。な、何よこれ。まずいわ、負荷を始めたのよ。予測より早すぎるわ。捕獲作戦は中止、首都殲滅を最優先に。2号機は撤収作業をしつつ戦闘準備。待ってました。気をつけてアスカ。攻撃のタイミングを外すと目標との接触タイミングを見失うわよ。ちょろちょろ動き回って、もうこっちは自由に動くことができないってのに。あっちが近づいてくるのを待ってナイフで攻撃するしかないわね。見てらっしゃい。すごいわ、まさに奇跡ね。あら、停電？本当だ、停電みたいだね。
あんたバカ？何のんきなこと言ってるのよ。さて、今のうちに仕事をやらせてもらおうか。ダメだ、外とも回線がつながらない。参ったな、こんな時に使徒が現れたら大変だぞ。空調もストップか。なーに、問題はない。ちょっと、なんでこんな時にトイレに行きたくなるのよ。ダメです、電源遮断の原因が特定できません。機械的な故障でないのならば人為的。使徒の存在確認できずか。できれば今日くらい使徒には休んでいてもらいたいもんだよ。イカリ、この騒ぎは仕組まれたものだぞ。構わん、泳がせておけ。グズグズしないで、今度はこっちよ。そこはさっき通ったよ。つべこべ言わないでさっさと行くのよ。あー、暑い、汗だくよ。あら、電気が戻った。だから言ったじゃない、そのうち回復するって。うるさいわね、あんたのその能天気なところほんとムカつくわ。着いた、よし、使徒の確認を急ごう。使徒の存在は確認できず。はあ、よかった、何も起きてなかった。やっとエレベーターが開いたわ。トイレ、トイレ。あら、ちょっと、なんでこんな時にトイレのドアが開かないのよ。誰よ入ってるの、さっさと出なさいよ。使徒、第三神道教師に出現。かなりの巨体ですね。サイケデリックな雲ね、虫歯が走るわ。あの、目のようなところから何か液体らしきものが流れています。液体が落ちた箇所が腐食しているわ。どうやら使徒の脇、あの強力な妖怪液のようね。たらたらおつゆ流しちゃって下品な攻撃だこと。直上を目指しているということは、あの液を使ってジオフロントに侵入するつもりか。ずいぶん地味な方法ね。でもそうはさせないわ。エヴァ、発進準備。停止信号プラグ排出終了。了解、エントリープラグ挿入、脊髄伝達システムを開放、接続準備、第一次接続開始。最終安定装置解除。エヴァンゲリオン初号機リフトオフ。綾波、来てたんだ。シンクロテストがあったから。今日は父さんと一緒じゃないんだね。なぜ？いつも一緒にいるように見えるから。ごめん、憶測だけでそんなことを言って。でも綾波の方が僕より父さんのことは詳しいんじゃないかな。いっぱい話してるじゃないか。そうかしら。仕事の話しかしないわ。私も何も知らない、イカリ司令のこと。イカリ君の方がきっと知ってる。そんなことないよ、僕はまだ何も知らない。ここで父さんが何をしてるのか、どこにいるかとか。イカリ司令は今南極に行っているわ。私が知っているのはそういうことだけ。それ以上のことは何も知らないわ。いかなる生命の存在も許さない死の世界、南極。いや、地獄というべきかな。
だが我々人類はこうしてここに立っている。生物として生きたままだ。科学の力で守られているからな。科学は人の力だよ。その傲慢が15年前の悲劇、セカンドインパクトを引き起こしたのだ。結果、この有様だ。与えられた罰にしてはあまりにも大きすぎる。まさに視界そのものだよ。だが、現在の汚れなき浄化された世界だ。俺は罪にまみれていても人が生きている世界を望むよ。報告します。ネルフ本部より入電。インド洋上空衛星軌道上に使徒発見。インド洋上空衛星軌道上に突如出現。目標を映像で捕捉。こりゃすごい。常識を疑うわね。大した破壊力ね。さすがエーティフィールド。落下のエネルギーをも利用しています。使徒そのものが爆弾みたいなものですね。来るわね、多分。ええ、次はここに。本体ごとね。どうする？イカリ司令は？使徒の放つ強力なジャミングのため連絡できません。そう。じゃあ全指揮私が取らせていただきます。エヴァで使徒を受け止めるんですか？そうよ。目標の落下予測地点にエヴァを配置し、AT フィールド最大で直接使徒を受け止めるの。しかし、こんなに落下予想範囲が広くては。エヴァの初期配置を外した時点でアウト。あなたの勝手な判断でエヴァを捨てる気？勝算は 0.00001%。 万に一つもないのよ。可能性はゼロじゃないのよ。エヴァにかけるだけよ。やることはやっときたいの。使徒殲滅は私の仕事ですもの。仕事？笑わせるわね。自分のためでしょ？あなたの使徒への復讐は。それじゃあ作戦開始。嘘せっかい！2号機、フィールド展開。やってんわよ！今だ！こんな！電波システム回復。南極の碇司令から通信が入っています。おつなぎして。ご苦労だったな。ああ、よくやってくれた。使徒殲滅が我々の役目だ。多少の被害は致し方ない。多めに見よう。ところで初号機のパイロットはいるか？はい。話は聞いた。よくやったな、シンジ。シンジ君、この間聞いたわよね。私がどうしてネルフに入ったのかを。私の父はね、自分の研究、夢に生きる人だったわ。そんな父を許せなかった。憎んでさえいたわ。僕の父さんと同じだ。周りの人たちは繊細な人だと言っていたわ。でも本当は心の弱い、
現実から、私たち家族という現実から逃げてばかりいた人だったのよ。子供みたいな人だったわ。母が父と別れた時もすぐに賛成したわ。母はいつも泣いてばかりだったもの。父はショックだったみたいだけど、その時は自業自得だと笑ったわ。けど最後は私の身代わりになって死んだの。セカンドインパクトの時にね。私には分からなくなったわ。父を憎んでいたのか好きだったのか。ただ一つはっきりとしているのは、セカンドインパクトを引き起こした使徒を倒す、そのためにネルフに入ったわ。美里さん、僕いつもなんでエヴァに乗っているんだろうってそう思っていたんだ。さっき父さんの言葉を聞いて、褒められることが嬉しいって初めて分かったような気がする。僕は父さんのさっきの言葉を聞きたくてエヴァに乗ってるのかもしれないって。シンジ君、理由はどうあれあなたは立派にやってるわ。人類を救うためではなくとも、それはあなたのお父さんだって分かっているわよ。胸を張って生きなさい、シンジ君。見て、あなたが守った都市は今日も綺麗よ。長旅ご苦労様でした。ロンギヌスの槍、刑事への移送終了しました。分かった。後の作業はレイに引き継ぐ。レイ、あとは任せた。はい、イカリ司令。どう？マギの診察は終わった？あと少しよ。さすがね。同じものが3つあって大変なのに。3機とも自己診断モードに入りました。第127次定期検診終了。異常なし。了解。ねえ、少しは教えてよ、マギのこと。長い話よ。その割に面白くない話。人格移植 OS って知ってる？ええ、第七世代の有機コンピュータに個人の人格を移植して思考させるシステム。エヴァの操縦にも使われている技術よね。の第一号らしいわ。母さんが開発した技術だから。お母さんのパターンを移植したの？そうね。私はシステムアップしただけよ。基礎理論と本体を作ったのは母さんなの。マギは、言ってみれば、母さんそのものなのよ。これは。何？一体どうしたの？第87タンパク壁が劣化発熱しています。何ですって？すぐに原因を探って。侵食部が爆発的なスピードで増殖していきます。これはなんてこった。分析パターン青、使徒です。使徒、使徒の侵入を許したのか。申し訳ありません。セントラルドグマを物理閉鎖、シグマユニットを隔離しろ。汚染域さらに拡大。待ってください。サブコンピューターがハックされています。まさか使徒です。このままマギに侵入しようとしています。彼らはマイクロマシン、細菌サイズの使徒と考えられるわ。その個体が集まって群れを作り、この短時間で知能回路の形成に至るまで爆発的な進化を遂げているのよ。人工知能メルキオールにより自律自爆が提訴されました。バルタザールにより秘訣、カスパーにより秘訣。しかし
このままでは6時間後にはマギの機能が乗っ取られます。マギが敵に回るとはな。マギシステムの物理的消去を提案します。拒否します。技術部が解決すべき問題です。あなた昔からそう、一人で全部抱え込んで他人を当てにしないのね。賞賛はあるわ。目標がコンピュータそのものなら逆ハックを仕掛けて自滅促進プログラムを送り込むことができます。そのプログラム間に合うんでしょうね。カスパーまで侵されたら終わりなのよ。約束は守る。君が早いか使徒が早いか勝負だな。どうしよう、何かとんでもないことになってる。プログラムができたわ。これでどう？相手もなかなかのものね。計算速度を減速させるので精一杯だわ。そんな。プログラムができたわ。今度こそ。なんてやつ、プロテクトをかけてきたわ。そんな、もう間に合わないんじゃ。18秒後に乗っ取られます。分かってるわよ。さあマギを返しなさい。これでおしまいよ。自滅プログラム、バルタザールに展開。やった、人工知能により自律爆破が解除されました。助かった、みんな死なずに済んだんだ。お疲れさん、約束守ってくれたのね。やっぱりマギがお母さんだったから。違うと思うわ。母さんのことそんなに好きじゃなかったから。科学者としての判断ね。母さんが死ぬ前の晩言ってたわ。マギは三人の自分なんだって。科学者としての自分、母としての自分、女としての自分、その三人がせめぎ合っているのがマギなのよ。そうなんだ。私は母親にはなれそうもないから、母としての母さんはわからないわ。けど、科学者としてのあの人は尊敬もしていた。でもね、女としては憎んでさえいたのよ。今日はおしゃべりじゃない？たまにはね。カスパーは、女としてのパターンがインプットされていたの。最後まで女でいることを守ったのね。ほんと、母さんらしいわ。